それでは両チームスターティングメンバーをご紹介しましょう。中2日5人を入れ替えてきました松本。ゴールキーパー囲いは変わらず、3バック大野、橋内は久々左に時田、ダブルボランチ怪我から復帰の安藤、そして佐藤です。右のワイド宮部、左富山と予想。前線セルジーニョ、河合とスピードがある2列目、トップに伊藤翔、控えはご覧の通りです。京都も中2日5人を入れ替えてきました。ゴールキーパー若原、ディフェンスラインは3人が変わります。右から白井、バイス変わらず、本田、黒木、今日は入っています。黒木は今季初先発、アンカー川崎、武田と今日は福岡が組みます。前線宮吉、久々の出場です。左に松田、そしてピーター・ウタカ、長野県安曇野市出身浅田は今日はベンチスタートです。本田が追いますが、ここは黒木に任せて一度下げます。浮かせたボール、ウタカ、これはミートできないが宮吉最後触れています。ここね、こぼれ球のとこ、ウタカはシュートだったと思いますけどね、それが宮吉の前にこぼれてきましたね、宮吉からすると決めたかったってところですね、富山からセルジーニョ、この後です。さあ走らせる、河合が飛び出している、かわすか、ゴールが空いている、このボールを流し込んで先制、松本、河合シュート、起用の期待に応えます。ひっくり返してカウンター、松本開始10分、こう左サイドで少しつないだ中でラインが浅いんですよね、京都はここ当然上げてきますから、この背後っていうのは一つ松本の狙いだったと思うんですね。これをうまく河合が2列目から仕留めましたよね、このセルジーニョのパスも絶妙でしたし、ここねシュート打たずに1回かわして、松田手を上げる、ボールを入れていって弾き返してセカンドボール、バイス右を使って中に入れる、宇高の後ろから追いついた京都、宮吉1対1、このこぼれ球からでしたね、福岡が拾って右サイドに展開して、このこぼれたところをクロス、白井いいボール上げましたよね、ほぼフリーで最後宮吉が入ってくる形でしたね。セルジーニョの前でですよね、よく決めましたね宮吉。河合回収、安藤が入れていって、もう一度フリーで2点目、伊藤翔移籍後初ゴール、松本京都を突き放す1点、32分。これもねこぼれ球からだったと思いますけど、セルジーニョの精度と、伊藤が本当にこうあそこでフリーになってるっていうね、こう嗅覚というかここに来るっていうところを感じて、ボールを入れていく、囲いパンチング、ここは京都のファールを取りました。大野が倒れています。京都の指示です。長吉監督、大事なのは自分たちのスタイルを変えないこと、ここで下がらずにチームを信じて逆転するぞと、ハーフタイムに選手たちを鼓舞しました。さあボールを上げていって、追いついた京都、宮吉今日2点目、サイドからボールが上がって宮吉が冷静に流し込みました。2対2、京都追いつきました。ここもねこうやって中央で起点、こうやって縦パス入るんですね、1回で集結させておいて、サイドこの黒木少し余裕を持ってクロス上げれる状態作っておいて、宮吉最後入ってきましたね。中の人数もこれかなりこう入ってたと思いますし、なかなかこうマークっていうのは難しい状況を作り出してましたよね。佐藤、セルジーニョ、
基準はどうだ京都。セルジーニョシュートでいった、鋭いシュートを放っていきましたセルジーニョ。セルジーニョね、一振りでこう決めれる決定力ありますよね。若原今よく反応しましたけどね、はい、この時間は京都の攻撃が続いています。中へのボール、宇高一瞬の隙でシュートを放ってきます。もう一度宇高、ワンタッチでイスマイラ、イスマイラ、これが通ります。中には伊藤翔がいる、伊藤翔、今のもね少し中央で受けるふりして前に入ってきましたよね伊藤翔、まあ、少しこう外回りが多い時間帯ですね今。佐藤が右に展開、山口ボックス内進入していく、こぼれたところに平川かわして前に行く、シュートでいった、若原収める、宇高がフリーで大野が引っ掛けて田中が追いかけるが、まもなく目安の4分、さあボールを前線に供給、ワンタッチでこのボールは足りなかったですねちょっと今ね最後。ここで長い笛、試合終了です。松本京都ともに最後の一差し決められず、ただ松本連敗脱出で上位京都から意味のある勝ち点1、降格圏で完全に沈む前に光を見出し次節の勝利につなげられるか。京都は連敗阻止も松本から勝利奪えず、それでも勝ち点1を獲得して3位以下に差をつけて残り3分の1へと突入です。